不思議な転校生山沢則夫の行動に疑問を持った僕は、彼を団地の屋上まで尾行したが、逆にやられて気を失ってしまった。こんなところで大丈夫？痛いところ？うん、頭がちょっと。でも僕がここにいるってどうして？お前が屋上に倒れているからって電話があったんだよ。電話？うん、親切な方でね、若い人の声だったわ。子供のような。子供？うん、小石、一体何があったんだ？誰かに襲われたのか？正直に答えてちょうだいね。何かあったんだったら自治会や警察にも知らせなきゃ。何でもないんだよ。ただお父さんのタバコ買いに行く途中、急に星空見たくなったんだよ。星空？うん、今星が一番綺麗な時なんだ。それでここでじっとして見てたら、急に目の前暗くなってさ、脳貧血だきっと。まあそうだったの。おいち、お前少し寝不足じゃないのか？今夜早く休みなさい。さあおいで。その方がいいわ。早くしましょう。しょうがないか。あら、でも変ね。電話で知らせてきた人どなたかしら。僕はよっぽど山沢則夫のことを父や母に話そうかと思ったんだ。しかしなぜかそうしてはいけないという気持ちが僕をためらわしていた。大市、どうしたんだ？来なさい。大谷先生、どうしたの？シュンとして。いえ、別に。いいのよ、隠さなくても。これでも私はあなたたちの担任よ。山沢君と香川さんが近頃親しくしてたのは先生も気がついてたわ。香川さんはあんな性格だから、きっと彼女の方から接近したんだと思うけど、山沢君は確かに優秀だわ。勉強にスポーツにずば抜けた素質を持ってるよね。でもどこかクラスのみんなと溶け込めないところがあるみたいね。香川さんはそんな山沢君に同情して親切にしてあげてるんじゃないかな。だからあんまりやきもきしない方がいいわよ。先生、僕は別に。香川みどりが誰と仲良くしようと関係ありません。まあいいわ。でもね、先生は中学時代のこの3年間あなたたちに人間として最も大切なもの、友情だとか人間同士の信頼について考えてほしいと思ってるの。だからあなたたちのことが気になってたのよ。先生。いいわね、元気出してね。おはようございます。
おい、行かないと。あら、行けない、遅刻よ。行きましょう。さあ、早く早く。いやー、驚きましたよ。どうかしたんですか、中村先生。いや、転校生なんですよ。1年が1人に3年が3人。またですか。多いですね、近頃。2学期に入ってからこれで10人ですよ。いくらこの町が新興のベッドタウンでもちょっと異常じゃありませんかね。校長先生もびっくりしてましたよ。あ、先生、あれあなたのクラスの転校生じゃ。ああ、山沢のりおですわ。あの子、成績は抜群らしいですな。そういえば、あの子と一緒に転校してきた他の5人も優秀らしいですね。こう、粒寄りの転校生が多いとやりがいがありますよ。中村先生。あ、転校生が揃いも揃ってよくできるなんておかしいですわ。不自然だと思いません？いや、長い間にはこんなこともありますよ。偶然です。それよりも明日からの中間テストを楽しみになさるんですな。私を避けようとしたりして。そんなことないさ。いえ、そうよ。君に忠告したいことがある。山沢君とあまり親しくしない方がいい。なぜ？理由が言えないなら余計なおせっかいはよして。おせっかいじゃない。分かったわ、ジェラシーね。そんなんじゃないんだ。僕は山沢君のことが心配なんだよ。心配？わからないわ。山沢君の何が心配なの？変な人ね。山沢君。待ってくれ山沢君。この間の屋上のこと忘れちゃいないだろう。僕が倒れていたってうちへ電話してくれたのは君じゃないのか。また言えないのか。じゃあなぜ僕をあんな目に遭わせたんだ。それもノーコメントか。分からない。僕には君が分からないんだ。でもこれだけは言っとくよ。香川みどりだけは優しくしてやってくれ。それから君の今までの不思議な行動は誰にも喋ってない。3年の番長だってそうだと思うよ。あいつらにだってプライドはあるからね。ありがとう、岩田君。中間テストが始まった。僕は山沢のりおだけには負けたくなかった。
もちろん香川みどりにもだ。平井君、首の運動したかったら後でリレーの練習の時にやんなさい。はい。赤見て誰ですか。山沢君。はい。あと30分もあるのよ、もう一度よく見直したら。いいえ、これで十分です。そう、じゃあいいわ。何をしてるんです。人のことはいいから早くやらないと、どんどん時間が過ぎちゃいますよ。どうかしましたか。なんだか嫌になっちゃって。この前お話しした私のクラスの転校生の山沢則夫の答案なんです。ああ、真っ先に出したものですから今ざっと見てみたんですけど、満点なんです。おお。前の学校によっぽど優秀な先生がいたんですね。実はね、大谷先生、これは私のクラスの英語の答案なんですが、やっぱり転校生が満点なんです、3人とも。これはまさに驚きですな。一体どうなってんでしょう。僕のクラスの岩田君だ。この人たちはみんな君の友達かい。そう、みんな最近この学校へ転校してきたばかりだ。みんな転校生。打ち合わせをしたいんだ。教室に来てくれ。ああ。どうしたの。それでは最初にアーチの件からどんどん意見を出してください。待ってくれ。僕は帰るよ。どうしてだい。なんか用でもあんのか。じゃあ残れよ。みんなクラスのために協力するんだから。そうだよ、一人だけサボるなんてずるいぞ。なあ、なあ、ちょっと聞いて。山沢君がこんなに言ってるんだから何か事情があるはずよ。それを聞いてあげるべきだと思うの。賛成。山沢、言ってみろよ。
もうじき雨になる。僕は傘を持ってないんだ。冗談じゃないよ。学校から団地まで走れば5分じゃないか。でも困るんだ僕は。あの雨に濡れると僕は。雨って降るってどうして分かるんだよ。本当に雨よ。どうするんだろう。あの雨の中には水爆実験による放射能が含まれている。僕はそれが怖いんだ。致命的なんだよ。バカな、雨の中の放射能が致命的だなんてオーバーなこと言うなよ。違う、本当なんだ、本当なんだよ。雨の中の放射能ぐらいどたついてちゃ生きていけねえよな。待ちたまえ。君たちはバカだ。バカ？ああ大バカだ。いいか、この世界で一番恐ろしいのは何だい。それは科学の行き過ぎによる人類の破滅じゃないか。人類の破滅？君たちは雨の中の放射能がどんなに恐ろしいものか考えたことはないのか。考えてるさ。放射能はもちろん、科学の行き過ぎによる公害や複合性についてみんな反省し対策を練ってるんだ。じゃあなぜさっきの雨には放射能が混じってたんだ。それは無理よ。車の排気ガスみたいに核実験はやる。だからダメなんだ。君たちは。何？排気ガスが嫌なら車をやめればいい。放射能で大気が汚染されるなら核実験をやめたらいいんだ。しかし人間の文明はそうやって進歩してきたんだぜ。科学の行き過ぎで問題はあるけど、今僕たちは現実に新幹線に乗り、ジェット機を飛ばし、テレビやいろんな電化製品の恩恵に良くしてるじゃないか。そうだよ、少しは我慢しなきゃな。我慢？鈍感だよ、豚よりも鈍いな君たちは。なんだって？そんな文明の利器や電化製品なんかない方がいいんだ。我々には文明世界より一層原始世界の方がマシなんだ。生意気だぞお前。岩田君何をするの。やばいよ、暴力で相手を説得しようなんて。待って岩田君。その翌日、山沢のりおは学校を休んだ。転校してきてから初めてで、家からは何の連絡もなかった。先生、何か。香川さんから聞いたわ。昨日あなたが山沢君を殴ったこと。どうやら山沢君の欠席はそれが原因のようね。どうするつもり。すいません、
ついカッとなってしまって。とにかく山沢君に謝んなさい。事情はどうあれ暴力を振るったのはあなたなんだから。先生と一緒に行くわね。はい、私も行きます。先生、あなたはいいでしょ今日は。岩田君、私あの則男君の担任の大谷と申しますが。星形の技のマークだ。反省してるんだ。学校には明日から行きます。今みんなで相談して決めたところです。じゃあ。